ヨドバシカメラ。今日タイかどこかのお坊さんみたいな低髪にオレンジの袈裟を着た東南アジア系の人を見た。ヨドバシカメラで最新の電化製品を熱心に選んでいる様子はなかなかシュールだった。ジャパニーズドゲザー。某吉屋で牛丼食べてたら怖そうなおっちゃん来店。なんか前トラブルがあったっぽくって型をつけに来るために来たと会話の内容から推測。30秒くらい怒鳴ってレジの若い兄さんに土下座を要求。それでチャラにするっぽいからお兄さん仕方なく土下座。その瞬間カウンターで牛丼食ってた若い白人イケメンお兄さん2人が、おージャパニーズ土下座、土下座、土下座、ジャパニーズ、よく聞き取れなかった。土下座。なんか感動してる。怖そうなおっちゃんは吹き出すわ、店員は戸惑うわ、私は鼻からご飯粒が出るわ。おっちゃんは帰り、白人お兄さんが会計するときに店員がお礼言ってた。白人兄さんはまた、ジャパニーズありがとうございます、ハローブリブリで、なんかジェントルなのかふざけたのか店員のお釣りを渡す手にキスしてた。店員が真っ赤になったところで私は大爆笑した。なんなんこの二人は。